永平寺朝の勤行、読経と回向のすべて。読経200余名の修行僧、経題の読み上げと回向、伊野和尚。毎月1日と15日の祝祷の日に行われる朝の読経と回向で、この日は平常の勤行の初めに国の流暢、皇室の御平安、国民の万福多幸を祈る御祈祷会があり、最後に御法人に供養し、山内安らかにして災いのない修行を祈念する。
徒法殿について下半夜腹見えた心情を不助する不徳を大音響主本師釈迦牟尼仏まさに用途所と
感動会は富士そはともるところの主君は Thank you.
れたまえ。Love.
願を垂れたまえ、往来大師死んだらには不自由そうとむらとからの主君は大僧正最大師のためにしたてまとり、大和尚月秋倉庫大和尚万山道博大和尚徳王良光大和尚天帝伝尊大和尚随法面山大和尚万人道丹大和尚主越院大和尚活動本光大和尚聖元宗悪道宗大和尚福山金英大和尚施設営上大和尚無口摂三大和尚大順宗丹大和尚東北町大和尚仏心地道大和尚観山町道大和尚法軍海樹大和尚大学春英大和尚法順中学大和尚民法慰安大和尚連動栄光大和尚天正昇龍大和尚A 面が終わりました。 B 面をお聞きください。